今司会者からの報告が出ましたように、石破氏は大変厳しい状況に置かれております。皆さんもご承知のように広瀬候補が石破氏出身ということで、今石破氏の町の中では自治会が中心になって5年ぐらいのグループで広瀬夫妻を連れて、それで一個一個お留守しているというのが現状であります。私のうちも女房いたんですが、うちは残念ながら呼んでもらえなかったです。7年ぐらいで自治会長と来て、でそんな関係があるんでね、私もずっと歩いてるんですけども、大変その皆さん頑張ってくれと応援しますという約束はしてくれてるんですけども、どうもちょっと顔出すのは勘弁してくれと、こんな形で、今までかつてないような過去、私がまだ学生時代の年齢の青春の部といいますか、時代がこんな形でちょうど今の石破氏みたいな感じだなと、こんな感じで思ってます。大変そういう面では残念に思います。私は前回石破氏のこの後援会の設立準備会が商工会館において開催したわけでありますが、約100名の方が参加してくれました。それでそこで、準備会ということでいろいろ野外の皆さんとかそういう活動を中心に働いていただけると、そういう人を中心にしながら総合選対本部、小金、南川津、石破氏とこの3つの連合の中の後援会秘書と、それを石破氏地区という形で作りまして、それらもちょうど5月の20日の準備会で了承をいただいて、それも私どももその確認した事項に基づいて具体的に行動を始めたんですが、実際大垣ここに候補がおられたんですが、大垣さんとかなり仲いい友達、そういう皆さんのところで私が伺ったら、頑張ります、しかし今のところ名前ちょっとはそれは勘弁してくださいよというのもはっきり言って絶対なんですね。だからそういう面では今日も来たくても嫌いない、頑張ってくれという激励も準備から電話何人かありました。そのことだけは一つ皆さん立ち往来応援に来てくれた皆さんに、ね、報告しておきたいと思っています。この市長選というのは私も具体的には初めてなんですけども、もう一回みんな考えてもらえるのは、例えば栃木県県知事は福田富士さん、そして宇都宮市は佐藤さん市長は、しかし市長というのは権限があるわけですけども、宇都宮市の山状態どうですか。完全にゴーストなんじゃないですか。バンバあるいはオリオン堂にもカンコ鳥が投げるようになったと、全然手を打てないですね。でそれはまだいいんですよ。4月からナショナル、市街に勝ったらナショナル、あの平大公園団地で松下電工と松下テキサイトと2つあったんですが、あれが潰れたんではなくて、宇都宮という日本の都道府県47都道府県の中で栃木県の優ですよ、宇都宮市はね、そこから撤退するということになって、そこの働く従業員はほぼ7割ぐらいやめて3割ぐらいが転勤で応じたという感じですよ。でこういうものだってはっきり言えば市長が中心になってきちんと対応していけば最終的には歯止めができるんです。それをやろうとしてないのは栃木県の県政なんですよ。例えばこの後の畑山さんがいろいろ沖縄普天間の問題、きのこ、この関係で全国集めたら一番先に出席しないって意思表示したのは福田富勝さんじゃないですかね。それであの人はこの間の農業自治を潰るの日まで広瀬さんの通産地が大いに引きますね、しばしば。そういうものは出るんですけども、で、こんなそっち頻繁だと思ったんですが、ここに参加している人冷静に考えてみますと、沖縄の中山知事さえ少なくとも全国立議会の皆さんぐらいは来てくれると思った。そしたら16年が欠席というので早割で決めた。で途中退社、東京の石原知事、でそこをなんとか協力してくださいと、自分の中では今の文書と畑山さんの気持
ちは分かるんだ、きっと雨でも軽いたようなんで頭で来てたんですが、それ以上に頭で来たというのは、その欠席した辻の皆さん、それに対してすごい怒りができますね。だから実際に協力してくれって言ったのは大阪の辻一人橋本さん、それが今実態なんですよ。だから私は言いたいのは、大西さんの人柄は皆さんご承知のように、役場に入って町役場に入っていろいろ課長から高田町から課長、そして最終的に総務課長まで行って上り詰めて努力して、その結果今度は村長、あ町長、それをやって市長になったと、こういう経験豊富な大西さんがなぜ今回来たのか、やはり皆さんの後押しが相当あったというのも事実であります。私もそのうちの一人であります。今こそ市長というのは町をこれからの舵取りとして一番必要な人材、そういうものを当てていかないと町は進んでしまう、市は進んでしまう、これが絶対なんです。ところがただ単に人気投票だけやってると宇都宮市みたいになるんですよ。宇都宮の佐藤さんもあれ、新宇都宮関東会の、まあ、長男で親さんが早く死んだから商工会の、まあ、青年部長なんかやってそのバウンドになったんですが、全然資産がないから宇都宮の町が栃木県の理由、あるいは関東の東北線上で言えば仙台の宇都宮だというんですが、今人口は56万ぐらいあるでしょうが、全く知らないですね。この間11日の晩、たまたま私も用事があって宇都宮夕方6時頃から総合文化会議に行って、でちょっとちょっと前に終わったんで、とにかく1枚まで帰ってくからいっぱい飲もうと、こんな感じで熱く飲むことがあってきたら全部シャッターで開いてるのは飲み屋さんだ。これが絶対ですよ。これが栃木県の首都宇都宮、やっぱりね、小池市長とかいろいろやった頃の重みがあればこんな状況はなりませんけども、今はそういう形でもう少し地方自治に対して勉強して経験豊富な、そういう卓越したそういう人にやってもらわないと町の中はどうしたんであります。はっきりこれは私が言うなどもなく皆さんの目で見てもらえば分かると思うんです。ただそういう実態を皆さんは選挙の時に忘れちゃってて、ただこの人この人人気投票、こんな感じで今まで育てきてると思うんですよ。私もこういう選挙についてはマジからいろいろ革新の立場でやってきました、勤めるんですから。それから私も今度は社長になって経営者にもなりましたけども、その時にはとにかくやむもなく近距離から自分との統一もので強制的に連絡って金も払ってきました。それはそれとしていいんですよ。しかしこの白春の立場から見るとみんな最近はバラバラになっちゃってて、一つのまとまりがないんですね。考えてることはいいんですが、やっぱり立ち上がってよし一言文句言うから、こういう人は一人もいません。ですから今、まあ、石橋の町の中では自治会の会長、あるいは会議と候補者の奥さんが5人と、これを連れて6年か7年であると、あるご苦労さんって挨拶だけしました。いや、うちは協力できないとはっきり言えばいいんですよ。でその人ものが今ダメですね。この人ものが全てが世の中を壊してます。子供の成長する家庭の中で、僕も青年、あの石橋の町の社会教育員もやらせてもらいました。あるいは子ども会長、子ども育成会の会長もやらせてもらいましたけども、子どもを思うってことはない、あるいは国がいるってことはない、これが全てに書いてあるんですね。昔は人の恩っていうのは、私なんかも親父から恩は石に刻んで憎しみは水に流すんだと、そういうふうに教わってきたんですが、今は恩は水に流して憎しみは石に刻む、こういう時代になったんで、子供が親を殺す、そういうのが悲劇で実行されてしまっているというのが今の現実であります。いかがですか。そういうものを今ここで止めないと、ますます日本の社会、
あれはしますけども、低落傾向で進んでいっちゃうというのも私は実態と思っています。そういう意味で、今日お集まりの皆さんは、そういうものを全部認識して、大垣さんの応援に駆けつけていただいたわけでありますが、まさに私はそのことを皆さんにきちんと言いたいと、こう思っています。このことが、一言は言えば、そこら辺はそんな子供にもダメだと思ってやった。そんなことやったら、この一言がね、世の中変えないんですよ。ぜひ、そういうつもりで皆さん、認識していませんか。まだまだこれから、現実はあるんです。参議院と同時選挙ということですから、4月の4日公示で11日投票。参議院の方は、24日公示の11日投票ですから、まあ、一緒に選挙になりますけども、いずれにしても、分散していろいろそういう形になります。しかし、大西さんの今回のこの市長選では、今私が言ったように、このことを肝に銘じてですね、明日も下助を作っていくと、そういう立場を認識してもらえれば、必ず勝つと思います。今、そういうふうにして、今日ここに参加している皆さんが、一歩前に出ましたから、その後で尽くしくな、今日もこれを感謝して、いろいろ情報を聞きたい、こんな感じでいると思いますので、早速また私も、明日、一日かけて、下永田から上台、あるいは細谷橋本、ずっと会っていきたいと思います。あるいは今日、私の仲間がいっぱい来てますが、この人たちも、ぜひ、今日のこの集会の参加者については若干厳しいんですけども、石橋の中で、先ほど言ったように、このまま17日の集会やらずに、戦い進めていってもどうなのか、やっぱり私は有名なやっぱり言葉がありません、ね。座して、死を待つより、立って反撃、このつもりで今日の集会を持ったわけですから、そういう意味で多少の空席があっても、そのことについては皆さんご理解をぜひともお願いしたい。そういうことで、私は大森さんの今回の立候補の内容についても、この前の準備会にも私は言いました。広瀬さんが今から待たってます。こんな候補には私は未練はありません。去年の衆議院の選挙で、山本さんの私も選挙戦やりましたから、毎日、立候補の前に通ったら、朝、町の公用車が扱って回ってる。その公用車で、広瀬候補が乗り込む。50ぐらいの人がね、公用車で通う。そのこと自体がね、市民の皆さんの目線とかけ離れてる。そういう実態を見てきたんです。それが今さらまた、どうのこう、実行する価値はないんじゃないですか。今、目が出さなくて、給料も3兆公平で、市長は94万になりましたよ。しかし、5% 減量してる。これは職員を含めて、年間給料を全てそのぐらいは減額されてるんですよ。その5%の減額があったかも、減額してるから当たり前だと。俺は市長なんだと。県知事と同じだと。大統領と同じで。庶民の皆さんですか、市民の皆さんから選ばれたんだと。内閣総理とは違うんだと。こんな感覚なんですから、どうしようもないでしょう。じゃあ、そういう意味で、広瀬候補が、この4年間、きっちりやってきたとしたら、大西さんは出てなかったと思います。先ほども言ったように、皆さんの後押しで、やっぱりこのまま置いたのでは、新しい下野が死んでしまう。決して、合意で喜んでるのは、今言った、市長、そういうものだけの町になってしまうというのが絶対です。ちなみに今、大貫さんは、やっぱりボランティアという立場で、この給料も、私は、これから、皆さんのために、ボランティア、そういうつもりで、94万の給料を 30% 減額します。特別処分。含めていろいろ検討して、自分はまず 30% というと、いくらですか、60万8000円ですよ。人、旧石橋町の町長よりちょっと安いぐらいな感じで、それにもいいと
という形でここへ決意をしますし、そういうものものの自分の方針ということをきちっと固めて立候補してますんで、そういうことを皆さんぜひ理解していただいて、今日のこの集会も皆さんが一人一票一票、その積み重ねがあれば石橋も完全に勝てると思います。石橋で仕事が4割で、野田のけでも4割取れれば、あと今日ここにしてます国分寺、南川町、この皆さんがその長期支持に余る、そのぐらい票を取ってくれると思うんで、そういう意味では石橋大臣の皆さんにはもう一度本場にぜひともお願いしたい、そういうことで私はあえて細かいことでいいです。今日は市長という選挙を迎えて挑戦を、これをどう戦っていくのか、このことを皆さんに重ねてお願いをして、簡単であるんですが、後援会長としての挨拶に書いたといただきます。ありがとうございました。